だろ。せめて緑谷くんが来るまでみんなを守りきろう。ヒーローが減ってあんな青鬼さえすら前線に立たざるを得ない状況の時点で、たとえそれがトローに終わると決まっていたとしても、氷を打ち込まれる前に一か八か真似してみた。そうだ、トヤニはほとんど独学でここまで個性を高めたんだ。ステップテーク。今忙しいんだ。オールフォーワン。今回は違う。ヒーローとは防ぐものであり。肉体の、まずい。あれ、個性が。あいつは、僕の残る役目は君たちのチョコ材の罠から彼を救い出すことだ。夢ね。ワン・フォー・オールを手に入れた先の話っすか。なんでだと思う。悪いことするから。悪いこととは。だから僕はね、世界中の未来を阻みたい。